講習会は佐賀県シルバー人材センター連合会が開きました。除草作業に従事する定年退職後の高齢者が対象で、60歳から77歳までの男女10人が参加しました。草刈り機を使い続けることで手や腕に痛みを起こす振動障害を防ぐため、作業は1日2時間以内、30分に1回は休憩を取る。転倒を防ぐため下り斜面は進まず、坂の高いところから低いところに沿って刃を入れるなどの注意点を踏まえ実践していました。危険が伴う作業だっていうことと、それからメンテナンスをしっかりしているっていうことで、何も知らないでただ草を刈ればいいっていうような感じではないんだなっていうのが、もう本当にはっきり分かりました。参加者は今週金曜日にかけてチェーンソーなどの操作方法も学びます。コマーシャルの後もニュースを続けます。